皆さんこんにちは、徳武です。今回はサーバーの知識基礎編ということで、初心者の方向けにサーバーとは何かという基礎的な部分をご説明していきたいと思います。サーバーはウェブサービスを作るための土台であり、ウェブサービスを作る上ではなくてはならない存在です。サーバーを構築したり、運用やメンテナンスを行うためのスキルは、プログラミングとは異なる専門的なスキルのため、一般的な開発会社ではサーバーエンジニアやインフラエンジニアといった形でサーバー専門のエンジニアがいることも多いです。しかし、ウェブサービス開発を一人でこなすフルスタックエンジニアにはサーバーのスキルは必須です。サーバーのスキルを基礎からしっかり学んでいきましょう。そこで今回の動画では、サーバーとは何か、なぜサーバーが必要なのか、サーバーはどこにあるのか、サーバーを準備する方法、こういったテーマでお話ししていきたいと思います。今回もフルスタックエンジニアを目指す上で役立つノウハウをお話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず最初に、サーバーとは何かということですが、サーバーとはサービスを提供するコンピューターのことを言います。このサーバーと呼ばれるコンピューターは24時間365日電源がオンになっていて、常時ネットワークにつながって接続ができる状態になっています。世界中のウェブサービスはこのようにそれぞれ専用のサーバーに設置されて稼働しています。サーバーが常に稼働しているから、僕たちはいつでも Google や Amazon、Twitter といったウェブサービスを使うことができるんですね。小規模なウェブサービスの場合はサーバーはたった1台で動いているということが多いんですが、大規模なウェブサービスともなると何百万台ものサーバーで動いているといったこともあります。例えば Amazon の場合はサーバーは約10万台、Google の場合は約300万台とも言われています。サーバー1台で処理できるアクセスには限度があるため、アクセスが多い大規模なウェブサービスではそれだけサーバーの台数が必要になるということですね。ではなぜサーバーが必要なのかということですが、サーバーはウェブサービスを動かすためのエンジンのような役割をします。なのでサーバーがないとウェブサービスを動かすことができません。サーバーの内部ではこのようにサーバーソフトウェアというものが動いています。まずサーバー全体の動きを管理するオペレーティングシステムOS というものがあり、その上でいろいろな役割を行うエンジンが動いています。例えばウェブアプリケーションの動作を管理するウェブサーバー、各種データを保管し管理するデータベースサーバー、メールの送受信を管理するメールサーバー、外部からのリモート接続を管理する SSH サーバー、こういったものがあります。主要なものはこういったところですが、他にも様々なサーバーソフトウェアというものが動いています。そしてプログラマーが作るウェブサービスのプログラムはこの上に設置して動く形になります。ちなみにこれらのサーバーソフトウェアのことを総称してミドルウェアと呼ぶことがあります。サーバーの OS とウェブアプリケーションのプログラムの間にいるソフトウェアなのでミドルウェアと呼ばれます。このサーバーとミドルウェアが正しくセットアップされて初めてウェブサービスというものを動くことができるんです。ではこのサーバーは一体どこにあると思いますか？サーバーは一般的にデータセンターという施設に設置されています。サーバーには重要なデータが保管されているため、一般的にデータセンターの場所というのは明確にされていませんが、世界中の様々な場所にこのデータセンターというものが存在しており、そこに設置されたサーバーの中で各種ウェブサービスが動いています。サーバーは常時稼働しているため、電源の対策や発熱対策というものが必要になります。停電や災害などでサーバーの稼働が停止してしまうと、ウェブサービスの稼働も停止してしまうため、不測の事態が起こっても稼働し続けられる環境に設置されている必要があります。データセンターには自家発電装置や予備電源、冷却のための温度管理、高速インターネット回線などが完備されており、災害リスクの少ない場所に設営されています。ウェブサービスを作るためにはこのサーバーを準備する必要があります。サーバーを準備する最も簡単な手段はレンタルサーバーを使うことです。レンタルサーバーは先ほどあったようなミドルウェアがあらかじめセットアップされており、ウェブサービスのプログラムを設置するだけですぐに動かすことができます。価格も安価なものでは月額数百円といったプランも多いため、プログラミングの学習段階や小規模なサービスを試験的に稼働させるといった場合には十分使えます。また最近では Amazon の AWS といったものをはじめとしたクラウドサーバーといったものも一般化されてきています。クラウドサーバーでは従来のレンタルサーバーのように決まったサーバー、ミドルウェア構成をレンタルするのではなく、必要に応じてサーバーやミドルウェアの構成を変更したり、アクセスが多い時期だけサーバーの台数を増やすといったことが柔軟に行えます。現在の有名なウェブサービスのほとんどでこのクラウドサーバーといったものが使われています。フルスタックエンジニアを目指すなら、最終的にはこのサーバー OS やミドルウェアを自分でセットアップできるスキルというものを身につけていきましょう。これらを自分でセットアップできるようになると、規模の大きなウェブサービスを作るといったことにも対応できるようになりますし、
サーバーに問題が発生した時も自分自身で対処ができるようになります。アクセスが集中してサーバーが止まってしまったり、セキュリティホールが見つかってパッチを当てなければならなかったり、ドメインや SSL の証明書を更新したりと、実際にウェブサービスを運営する際にはサーバースキルというものは必須になります。またサーバーの知識があるからこそ、サーバー面を考慮した1段階上のプログラミングや設計というものが行えるようになります。これこそがフルスタックエンジニアなんです。サーバースキルをしっかり学んでフルスタックエンジニアを目指していきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお届けしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。